伊能さん OB 戦で142キロ投げてしまう。燃えるものがあるんでしょう。さあそして最後これ伊能投手ものすごい速いボール142って出てましたかね。伊能勝ちすぎて笑う。しかも 142km 打たれとるやん。伊能容赦なくて草。 OB 戦でだけ大活躍する伊能おもろい。伊能の場違い感草。伊能移籍してから2番目にいい投球してて草。伊能と原辰徳が同じベンチにいると思うと面白い。伊能を巨人扱いしてくれる巨人の懐の広さ。伊能呼んでもらえてよかったな。伊能がこんな豪華な OB たちと試合するのを誰が予測できたんだろう。 W 伊能の玉ペル西岡すごいな。伊能と勧誘引退してから輝く男。伊能が普通に打たれててやっぱりってなるな。伊能は体育の授業でガチでやってる経験者感出てるな。レジェンドたちの活躍を伊能が全て持って言ってて草。伊能は OB 戦のために移籍してきました。このメンツに伊能おるの笑うわ。